今こんなことしたやつなんだぞ、重盛。見てみろよ。ほら、彼らの意思とは関係のないところで。理不尽だって目撃者誰もいないんだぞ。まあ。ここでは誰も本当のこと話さない。最初から捕まるつもりだったんじゃない。ダメですよ、重盛さん。僕みたいに人殺しに、そんなこと期待しても。